ども皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分リズムトレーニングオリジナルプログラム始めていきましょう。今回取り上げるリズムは3連の16ビートのチャ。これちょっとね、深いリズムですよ。テンポは100で3分いきます。 1,2,4 で、はい。これちょっと特徴あるリズムですよ。しばらく C で、大きく取ってください。リズムを Em7、 F、 緩やかに Am。ちょっとリズム早く回していきましょうか。 F から G7、 C から Am、 Dm から G7、 C から A7、どうですか？ F、 G7、 F マイナーいきましょう。 C です。体4つで動かせます。 F、柔らかく、手首も柔らかく、 C7、 F、 G7、 F、じゃあここで終わりましょう。はい、これはちょっと難しいリズムでございました。タトト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 チャカカ、これが基本になっております。これまずちょっと難しかったらテンポ緩めで、やるのもいいと思います。ちょっとテンポのね、ゆっくり再生の方法も概要欄に貼っとくんで、それも見てください。あとこのガズレレ3分リズムトレーニングプログラム、毎日3分何回やるとすごく上達しますんで、概要欄にそのご案内も貼っておきます。それでは皆さん楽しく音楽していきましょう。毎日日々の積み重ねが肝心になります。リズムが、安定するとめちゃくちゃ気持ちいいですからね。よろしくお願いします。それではごきげんよう。さよなら。